とうございます。1位取れなかった。いやー、もうちょっと西澤さんのメイクができれば。課題曲、次明日の課題曲はお願いという曲にします。お願い、ほい。ファーストアルバムパラダイスに入ってる曲ですね。はい、山田なるさんが作詞されてる。これはなるはワールド。あ、そうなんです。はい、失礼いたしました。ファーストは被るんですか？いや、被んない方が良さそうだね。気持ちは伝わるなって。確かに、いや、いいと思います。了解です。お願いします。ほい。編集しますか？練習しますか？練習ですか？22時まで使ってもらって。あ、じゃあ練習22時消して。今日よりいいものを見せなきゃ。お願いします。ニコ生の皆さん、今日から私たちのファニコンの快眠楽園応援団、毎日メンバーが変わる変わる投稿してるんですけど、それにね、毎日投稿にペアの日にペアの子が一緒に投稿するというので、今日私の日だったんですけど、ね、歌も投稿しました。よかったら、あ、これは月額500円、実質無料なんで皆さんぜひ見てください。お願いします。これから多分明日からもワークのみんなと、明日月かな、月とあんちゃんとなすちゃんが投稿するので、ぜひ見てください。お願いします。課題曲は、悩みです。ごめんね、かぶせて。でも、もう怖いもんない。もう何回やっても同じになりました。でも今日歌がほんまに良かったよ。ありがとうございます。全部パフォーマンスも楽しかった。楽しかったね。よかった。楽しかった。明日も頑張ろう。はい、頑張ります。じゃ曲を決めてきます。はい。一発目の審査で好意だったんだっけ？違います。いいです。さっきやった、うん、今日の総評のニコ生投票で好意だった。ちょっとニコ生のコメント見よう。これもちょっとそれわけわかんなくなっちゃったかも。ニコ生の皆さん、ちょっと僕がうっかりミスをしてるかもしれなくて、5位アイナスターさんでしたか？コイナス。今日の総評、今日の最後のアンケートなんですけど、朝倉がメモったのはこんな感じでした。私多分ほんまや、私返さない。大変申し訳ありません。お預かりしてもいいですか？はい、すいません、僕のミスです。ありがとうございます。取り返しましょう。はい、うん、でも大丈夫、これで辻山ふざけんな、アイナスがかわいそうだろみたいな感じになってるから、実質ニコ生のみんながアイナスターの人気になってくる。それはカメラの前で言うことじゃないですね。カメラの前で言うことではないです。本当に？はい。いや、もう大変申し訳ありませんでした。ほら、辻山は謝罪って書いてある。坊主。やめてあげて、やめてあげて。全然しちゃうんだけど。いや、届いたんだよ。全然しちゃうんだけど、渡辺さんが今坊主だから。あ、なんか、いや全然私が悪いので大丈夫。いやそんなことはない。やめてやめて。取り返そうな心が辛い。頑張ります。ごめん、本当にすみません。会いますよ、ミシは誰にでも。本当にすいません。やめてつりやまさん、ダメ、大丈夫つりやさん、本当に大丈夫ですから、本当にやってください。本当にすいません。そんなね、取り返すからね、取り返そう絶対。が悪いみたいになるんです。もう何やっても全部ダメ。違うよ。頑張って取り返します。
見てひどいよこの山って安い土下座だって安い土下座だって価値のない土下座アレスさんアレスさんディスタンスじゃなかったらもう見てダメ見てダメだよあんたはダメだよ言っちゃほらほらもうコメントがどんどんひどいモヒカンしろモヒカンか社長が坊主で社員がモヒカンでどうなんだろうちょっとねなんかあのグレーゾーンな方たちだと思われそうですよねね怒られるよこれモヒカンで言ったら怒られちゃうよ一回でもギャンパレーの時にね、はい、あパラダイス全身グループのギャングパレードってグループの時に月野行ったっけな覚えてないんだけど、あ、いたわ。何の話ですか。俺が一回坊主にした話。なんかでも私が入って2回ぐらいしてませんでしたっけ。1回でしたっけ。え、2回もしたっけ。あ、でも覚えてますよ。あの、なんで坊主にしたかも。あれですよね。あのブランニューパレードっていうワーナーミュージックジャパンに移籍して初めて出したシングルがあるんだけど。メジャーデビューシングルですよね。え、知ってる？なんか知ってますね。で、メジャーデビュー初めての一発目の衣装をあの俺がそう間違えてツイートしちゃってどういうことですか画像をだそう情報をそう公開される前に津山さんが出してしまってしかもこれ絶対ツイートすんなよってあのメンバー全員に言ったのに言った本人があのツイートするっていうあのガチミスをして次の日坊主に刈り上げて早い次の日次の日もう本当次会った時には坊主でしたよねでもう本当にその後あのマスタリングだったからあの松隈さんとかと飯食いに行った時に、うんうんうん、ちょっと本当やべえっすわしかもさそのあのギャングパレードってすごいあの人数が多いグループで、そうですね、そう9人、うん、両方一人一人にちゃんと謝ればよかったんだけどちょっとあの怠ってあの 3,4 人ぐらいにしか出ましなかったらあのめちゃくちゃ怒られてだからその一個一個に対して本当にあの人間ミスはするもんなんだなってことをあのミスをする側ミスをした側が言うのもあれなんだけどだそれぐらいあのワックって寛大な会社自らね坊主にあそう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 とりあえずもう坊主にしないとちょっともうなんかどうしようもなさそうだなと思ったから坊主したんだけどあの2人か3人ぐらいはあのその後1ヶ月ぐらいずっと怒ったうん坊主にしたけど全然ダメだった通用しなかったそんな甘い世界じゃなかったいやいやそんなことないですよそうやらかしてますよ僕はミスありますよ誰にでもいやいやメンバー誰かって探るのはやめようゴーツザベッツのメンバーとか見てる気がするから誰かとかそういうなんか探り合いとかやめましょうおっきな声で言いなさいありがとうございました本当に助かりましたシナモンちゃんいつか大迎えしますねあ本当ですかシナモンちゃんが好きなんだいや2番目ですでもこの人え2番目なの一番は誰なのこじこじさんあそっかそっかずっと言ってるこじこじが一番好きですでもティッシュケースとかもこんなんなんですよティッシュケースいやいいじゃんねだってこじこじはちょっと過疎供給が少ないんですなるほどもう全部なんて名前なんだっけシナモロール先輩シナモロールえシナモンロールじゃないシナモロールなへえ知らなかったシナモンちゃんって呼ばれてるよねでも犬え男ですえ男なの、はい、男シナモンくんなんだくん、はい、あらあら可愛らしいリラックスとシナモンんシナモン相性ですあ、相性なんだうーんなるほどねいやいや僕はあのサンリオさんにはあの多大にお世話になってる本当にそうですね全然そんなことないですよいつも本当にお世話になってます全然大好き最高いや棒読み全然大好き最高これもコントで出てきた
そうです。めちゃめちゃコントに使う。それであの2番目なんですよねみたいなこと言うんだね。そんだけ揃えといて全部じゃん。すげえ。すごい。こじこじグッズあんま多くないの？こじこじはいあります全部だけど、うん、いや家にいや人形とか全部ありますありますし。今日もたくさん持ってます。これは2個目の化粧道具入れで、本命の化粧道具入れはこじこじですし、薬入れもこじこじです。ただちょっと少ないこじこじのグッズ。なるほどね。そうなるとちょっとあまりお金を出せなくて。なるほどね。見つけない。話し始めると止まらないやつだと思いました。いやあのね、ちょっとやぶへびしちゃったかも。曲を決めるか。曲を決めよう。曲聞いてきます。決まったら教えてください。大丈夫です。決まりました。はい。何でしょう。気持ちいいことしたいで。お、気持ちいいことしたい。はい。ゆうゆうと。うん、そうだと。これはあれですね。4月1日に出したスプリット EP。うんGP の曲ですね、はい、作者寺島優香さん、はい、あのパラダイスっていう読み方になるって決まってなくてあのパラダイスって読んだまま歌ったやつです。 CD には思いっきりパラダイスって入ってるんだけどその後渡辺さんに聞いたらえあれパラダイスだよって言われて嘘ライブの時はいつも無理やりパラダイスって歌ってます、ね、最近はシーズって歌ってたね。明日はセーズで歌って明日はパラダイスで歌って歌ってもらってそう裏話ありがとうございますお願いしますお願いします。さんあんちゃんも決まりました。ほいあんつきの何でしょう。ブライトフューチャーユアスマイル。おお攻めますね。振り付けも一応自由は自由です。はい了解です。はいお願いします。お願いします。ほいどういう系？いや、どういう系だと思いますか？キラキラしてる系なんだと思いますか？終わらない旅。違う。アイナスちゃんがしてるとか。お願いで。お願い。お願いで。お願いします。終わりました。なんかお願いでお願いします。お願いでお願いします。一応伝えとくけどあのなるはさあやんごめん。うん。別にいいよ被ってても。了解です。まだあと40秒あるから悩んでもらって。40秒？45分で今分40秒。そこはい、命短し乙女たちでお願いします。はい命短し乙女たちなんで歌ってんの。あ、命短し乙女たちね。はい、うん、お願いします。お願いがいいなと思うんですけど命短し乙女たち。はい、了解です。変わらずで。変わらずで。お願いで。OK です。よろしくお願いします。おい。22時までここ。で練習してもらって大丈夫です。はい。あ、22時以降は、シンデレラガールが、空へと羽ばたいた後は、アダルツ。アダルツ。アダルツによる、今まで10月の、この企画実は14日かの東京アイドルフェスティバルから、発表させていただいたんですけれども、はい、パラダイスズからアダルツな、月のうさぎさんとアダルツってなんかいい感じ
寺島優香さん、はい、と、ワックからのお姉さんとしてあのラブに出てアダルツと、まあ、スタッフさんのみんなで今までの流れというか、うん、10月の4日からの動きを改めて振り返っていければなと思ってます。深夜のお話し会ですね。シンデレラの皆さんはおやすみなさい。いや明日に向けて寝ていただいて。了解です。はい、はい、頑張ります。お願いします。なんか、うん、ブライトフューチャーとか、うん、そういう楽しいがむしゃらみたいな曲の方が、うん、いや自分らしさみたいなのが出るかなって思ったんですけど、うん、ちょっと違うやつを選んでみた方が幅は広げられるのかなって思って、うん、大丈夫ですか？自信持って大丈夫だよ。だってパラダイスに入ったらお願いもやるわけだからね。大丈夫よ、自信持って。はい、ほい。お願いをちゃんとやりたいと思ってるから大丈夫。歌詞が好きなんで。はい、指無言で指さす。俺てっきり歌詞読んだ時になんかすごいもしかしてあなるはと思えないぐらい暗い歌詞だな。だから俺てっきりなんか病んでんのかなと思ってちょっと心配に思ってたら。いやでも分かりますよ、心配になりますよね。心配になったよね、歌詞来た時。めっちゃなりましたよ。しかもコロナ禍のタイミングだったから、おうっていうナルハみたいな。ナルハも意外とその病んだりとかするんだなと思ってたらあのお母さんの喧嘩した時に帰ってこいかなって。意外と可愛いから大きい。はい、そうです。お母さんと喧嘩した時の歌詞。お母さんそれ知ってる？お母さん、分からない、知ってる、多分知ってる。いろいろあったんですよ。いろいろあったんだな。ジュニーだ。すごい、なんかさっきもらえな気をしました。そうなんだね。はい。じゃあお礼はちょっとまあその浅い意味か知らないかもしれない。そうです。悔しい。なんかサワヤイトに負けてる気分。頑張ってください。はい、頑張ります。おい、おい、ありがとうございます。ありがとうございます。どんな壁か、そろそろですかね。55分ぐらいだったら昔的に今の時代にそういうリンクしてるじゃそのままはい、柏流を決めてます今。サビの歌詞、このお願いを選んだんですけど、別に私好かれてない歌詞だけです。もうそれ、その歌詞だけ、あ、その歌詞が歌いたいって気持ちだけです。一番の歌詞違うんですよ。なんかずっと好きでこの曲が、なんかあのなんだろう、別に私好かれてないとか、いなきゃよかったなんでとか、抜け出してもやめたいのだっても意味ないとか、すごく歌詞が好きで、だから気持ちが入るかなと思ったので選びました。前の最初と。いや、そんなうちマイナスな気持ちで選んでるあれじゃないですよ。あの、なんだろう、そういう言葉選びがとても好きでした。あの、なんだろう、そういうマイナスなことじゃなくて、なんだろうか、言葉にならないけどとっても、なんだろうな、福山のようにはファンが歌って、うん、もっともっと大きい夢は月野さんにお願いしていい。マラソンか、最初の
大田さんじゃ私だね、はい、前向き前向きに考えるので結構いつも不安でも結局前向きに考えるんですけど基本的には不安だったり怖くても考えるしかなくて考えるんですけどだからこそでも私も歌おうと思えば歌えるから歌いたいなって思いました自分が前向きだからこそ明日って決めようもっともっとおかしい普段口にしない言葉が良かったりするってことそうですねあそういうことですすごいですねすごいです今このだって 1,2 分でちょっとそうなんかそんなんで選んだんだろうなと思って、うん、今普段前向きに思ってるって言ってるから、うん、じゃあ多分普段言わないんだろうねってああそうですそう言えない言葉がたくさん詰まってて、うん、自分から出さない言葉だからそうなんですよあえて歌詞にしてあるからはい新鮮さがあるとかそういう感じはいそうです完璧ですそろそろシンデレラタイムが近づいてまいりましたので56分ラブさん、ゆうさん、月野さん以外の方は伝わったかなあんまり伝え方がうまくないんだけどお願いを選んだ理由が少しでも伝わったらいいなと思いますじゃあこれでシンデレラなのでシンデレラなので、はい、6時半はい、5時半です頑張りますありがとうございましたはい、はい、ここでおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい今日は本当にありがとうございましたああまだアイナちゃんだ分かんない今日も最後まで見てくれてありがとうございました私はブライトフューチャーユアスマイルを一緒に月野さんとやらせていただきますあ、本当ありがとう、うん、あんどうもキラメイかいキラメイで悪かったな私もいるわよ私とラブちゃんは命短し乙女たちをやりますえ状況ソンググッ私はナルハワールド作詞のお願いという曲をやらせていただきますはいさっき言ってますこういう意図で話したっていうのを聞いたら泣いてしまうみーちゃんなんで登場しただけでめっちゃ笑われてんの本当にな本当に何なんだよだったらコントに投票しろよ面白かっただろう私はすっごい自信を持ってあのコントをやったんですけどだって練習してる時ギャラギャラ笑うぐらいやったのにちょっとおかしいな自分でも言ってたけど自信があるのはあんま面白くないんですよ、ね、そうなんですよね、あ本当ですか結構自信あったんですけど ねいやあのハンギョドンが伝われば絶対面白かったと思うんですけどラブちゃん一生懸命動画見て練習してたんですよモノマネとりあえず外注エキストラがいいかなじゃあもうそろそろあと1分、はい、じゃあシンデレラちゃんたち、はい、シンデレラシンデレラシンデレラ歌ん今中さんさかわいいめいちゃんと歌のこと好きだよね気づいた、うん、知ってる私みんな好きどこ行けばいいですかじゃあシンデレラの皆さんおやすみなさいおやすみなさい明日ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたお疲れ様ですお疲れ様ですここからはアダルトのお時間よ。わあ。すごい。なんか始まったな。アダルト。出しちゃった。アダルト。セクシー。アダルトゆえに。アダルトゆえに。すみません。アダルトのお時間でございます。まあ15分ぐらいからのお話。そうだね。お話深夜の。深夜のお話します。お話し会しちゃうよラブちゃんここまでの総評ね。そうですね、オーディション振り返り会やっていきますので、はい、よろしくお願いします。じゃあ私たちもアダルツも準備に
はい、準備に取り掛かります。じゃあ、あなたの感じでお願いします。はい、ありがとうございました、本日も。ありがとうございました。それではまた15分後に会いましょう。はい、新鮮ですね、こんな夜映れるメンバーが3人しかいない。確かに3人しかいないんだよね。びっくりしましたもん。え、3人って。てか、あれっすね、サーヤナルハチームだけいないって感じになっちゃいますね。サーヤナルハの代わりのなんかね、サーヤナルハチームっぽいことが喋れる子がいた方が良さそうですね。これ窓閉めちゃった方がいいですよね。大丈夫です。あ、やべ、明日の早朝の、マラソンは6時半から6時半からになります。答えていいよ。あれ、ここまでの流れって全部無料なんですか？まだ全然無料です。なんてお得。ありがとうございます。すごい。でこっからは違うんですよね。こっからでも、まあ、まだしばらく。しばらくまだ無料。美味しいとこになったらなんかちょっと行きたいですけど。すげえな。なんで美味しい話はちょっと取っときたいですね。あ、なるほどっすね、はい、そうっすね。あんまり飛ばしすぎるとダメでしょうね。まあ、やっぱりコロナ禍になってしまったので、やっぱりニコ生さん本当最高だなっていうところでまあ本当にニコ生あってのワックワックあってのニコ生とちょっとなれるように今後もよろしくお願いします。じゃあ移動しましょうか。あ、僕プレミアムっすよ。ありがとうございます。そりゃそうじゃないですか。でまた移動してまだ13分あるんですよね。まだ13分あるんですよ。でもね、カメラってかお客さんが15分ぐらいホゲホゲって感じで待ってますもんね。そう、かわいそうだな。